ちです。ピピピス、動画見てくださってありがとうございます。今日の動画はラドででで GU での春先取りの大量購入品紹介をやっていきたいと思います。って言って中はね空なんですけどね。ただの購入品紹介ではなく、骨格別で GU の新作をご紹介していきたいと思います。主な骨格スタイルはストレートタイプ、ウェーブタイプ、ナチュラルタイプの3つのタイプに分類するのですが、それぞれの骨格には紅葉洋服が似合うよというのも徹底解説しながら GU の春の新作をご紹介していきたいと思いますので、自分の骨格には何が似合うかわからないという方もぜひ動画を参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。ということでまずは骨格診断なんですが、私はもう典型的なストレートタイプです。骨格ストレートの特徴なんですが、首が短めだったりとか鎖骨が出ていなかったりとか、腰周りとかこう肩とか胸とかここら辺にこう厚みがある方はストレートタイプです。わかりますかね。見ていただいている通り鎖骨がゼロなんですよね。どう頑張っても私鎖骨が全然出なくって結構コンプレックスだったんですけど、まあ、骨格ストレートタイプって知ってからそのストレートに似合うシルエットのお洋服とかを最近は研究して購入するようにしています。ちょっとGU の購入品はね紹介する前に、骨格ウェーブさんとナチュラルさんの特徴をちょっと軽くお伝えするので、この後の購入品で私はウェーブかなストレートかなと理解した上で見ていただければなと思います。骨格ウェーブさんの特徴は首が長かったりとか鎖骨がすごく出ている方なので、こうデコルテのラインがカリッとこう出てる方、あとはこう横から見ると体の厚みがすごく少ない薄い方ですね。あとはこう肌質が柔らかいのでちょっとふくやかになるとムチムチポチャポチャっていう感じになる方は骨格ウェーブです。で最後に骨格ナチュラルなんですが、こう自分の身長に対してちょっと骨格の存在が目立つ方とか、全体的に自分はこう関節が大きいなとか、あとは膝の皿がね大きめだったりとか、とにかくこう体の節々関節が大きかったりとかちょっと太く感じるなっていう方は骨格ナチュラルです。私の骨格はこれかなと分かったところで、早速 GU の春服をご紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちらです。GU の新作の大型店限定のオーバーサイズジャケット、お値段は3990円でサイズは M サイズ、カラーは3色展開で、私はグリーンをゲットいたしました。骨格ストレートさんはトレンチコートとかチェスターコートとかテーラードジャケットとか、すっきりとした大人っぽいジャケットがすごく骨格的に相性がいいので今回も購入いたしました。こちらのジャケットが本当にめちゃめちゃ可愛くて、このブルーのカラーもすごく可愛いし、肩にね少し薄くね肩パッドが入っているので、普通に着た時にちょっと肩がカッチリ見える感じも私はすごく好きです。公式のアプリで見ると結構カラーが緑なんですけど、実際の色はねそんな緑緑していなくて、むしろブルーなんじゃないかなと思うぐらいちょっとね青みがすごく強い印象です。公式のアプリでベージュを見るとね、このベージュもちょっと黄緑っぽい感じなんですけど、実際見たらねザ・ベージュって感じのカラーだったので、若干このアプリとのカラーの差は感じるかなと思います。身長160センチで M サイズを着てみるとこんな感じです。丈はお尻まで隠れるぐらいなので、まあ、ミニスカに合わせた時とかロングスカートに合わせた時とかもシルエットはすごく綺麗に着ていただけるかなと思います。まあ、ただ最初に言った通りこの肩パッドがねちょっと薄くついているので、肩幅が自分は気になるかなっていう方は逆にちょっとここはデメリットなのかなとも思いました。骨格ウェーブさんはこういうジャケットではなく、こうファーコートとかノーカラーのアウターとかがすごく骨格に合っているので、まあ、このジャケットよりはこういう商品を購入した方がすっきり綺麗に見えるんじゃないかなと思います。そして骨格ナチュラルさんはブルゾンとかボアアウターとかダッフルコートなどがすごく骨格に相性がいいので、こういったアイテムがすごく似合うんじゃないかなと思います。次2着目はこちら、GU のレースマーメイドフレアスカート、お値段は2490円でサイズは S サイズ、カラーは3色展開で、今回私はグレーを購入いたしました。骨格ストレートタイプはマーメイドスカート、タイトスカート、ラップスカートなどがすごく骨格に合うスカートの種類になるので、今回はマーメイドスカートを購入いたしました。私は本当に昔からねマーメイドスカートが自分には一番細く見えるなと思って、まあ、自分がお洋服を作った時とかもマーメイド型にスカートを作ったりしてたぐらいマーメイド型がすごく大好きです。でこちらのスカートもすっごく細めにするスカートで、結構ゆるっとしたマーメイドスカートなので、もう骨格ストレートタイプじゃなくても意外と履けるタイプのマーメイドスカートなんじゃないかなと思います。でカラーは3色あったんですが、今回はグレーを購入したんですけど、今年の春はこういうブルーとかがすごくトレンドになってくるので、ブルー×グレーでちょっと全体的に統一感を出して着る方がおしゃれ感がグッと上がるんじゃないかなと思い、今回はグレーのスカートを購入しました。お花のレースになっているので、お花のレース×グレーでさらにマーメイド型でっていうスカートを見たことがなかったので、まあ、ベージュが入ってる中であえてブルー×グレーでこういう感じでコーディネートすると周りと一味違ったおしゃれなコーデになるんじゃないかなと思います。で骨格ウェーブさんに似合うスカートはフリーズスカートとかチュールスカート、あとはフレアスカートなどが合うので、こういうスカートがすごく骨格に似合うんじゃないかなと思います。そして骨格ナチュラルさんはギャザースカートとかコーデュロイスカート、あとはね結構がっつりロング丈がすごく骨格に合うので、こんな感じのスカートがすごく
く相性いいんじゃないかなと思います。でそして今回このスカート以外にももう1種類私の骨格に合ったスカートを購入していて 3D タイトスカート、お値段は1990円でサイズは S サイズ、カラーは3色展開なんですがピンクとグリーンの2色ゲットいたしました。でこちらねジャケットも実はあってセットアップで着ることが可能なんですよ。なのでなんと奮発してジャケットも2種類買ってしまいました。 3D ノーカラージャケット、お値段は3990円でサイズは M サイズにしました。カラーはスカートと同様にピンクとグリーンの2色ゲットいたしました。じゃあ一旦こちらのセットアップに着替えていきたいと思います。ででーん、ジャケットとスカートを着てきました。すごい可愛いの語彙力。こちらのグリーンとピンクをそれぞれ着た全身もお見せしたいと思います。まずこちらがグリーンを着てみた感じです。こちらもね GU の公式だとね結構グリーン薄い緑っていう感じなんですが、実際着てみると誰がどう見てもブルーっていうんじゃないかっていう感じですね。着てみるとね体の縦のラインストーンって一直線に見えるようにできているセットアップだなと思います。ジャケットの丈感がね長すぎず短すぎず腰周りだけを隠してくれる丈感 で下にタイトスカート履いているので胸のゴワつきも隠してくれて、このスカートもねシルエットがすごく良くてタイトすぎないタイトスカートですよね。タイトスカートってお尻のラインがこうピターっとくっついて見える印象があるんですが、これは全然お尻が出ないし骨盤もあんまり出ないので普段タイトスカート履かないよって方でも挑戦できるんじゃないかなと思います。そしてピンクを着てみるとこんな感じです。カラー表記はピンクなんですけど実際はねベージュにピーチピンク若干足したぐらいのカラーですかね。なのでまあベージュって思った方がいいかもしれないです。こういうね柄なんだけど遠目から見たら柄に見えないけど着るとすごく華やかになるみたいな柄のセットアップって私持っていなかったので、まあ、大体こう無地のカラーのセットアップとかをね着る機会が多かったので今回は2色ゲットいたしました。結構大人っぽくも着れるしかっちりした時とかねちょっとディナー行く時とかにも使えると思うからぜひ買っていただきたいなと思います。素材もめちゃめちゃしっかりしてるし本当にね GU と思えない。伝わりますかね、この素材がすごくかっちりしている感じ、ピシッと見える、めちゃめちゃ可愛い。お次はこちら、こちらのブラウスをご紹介したいと思います。こちらです。 GU のパールボタンブラウス、お値段は1990円でサイズは M サイズ、カラーは3色展開で私はオフホワイトを購入いたしました。ナチュラルかオフホワイトを購入するのですごく悩んだんですが、まあ、ちょっと春に向けて綺麗めで絶対使えるブラウスが欲しいなと思い今回はオフホワイトを購入いたしました。骨格ストレートタイプは V ネックがすっごく相性がいいので今回こちらを購入しました。そして V ネック以外にもスキッパーというね形もすごく骨格ストレートに合う形で、まあ、こんな感じで V ネックの両サイドにちょっと襟がついたような形をスキッパーというんですが、まあ、あとはカシュクールなどもねすごく定番で骨格に合ったシルエットになります。スクエアネックもすごく私は骨格に合っているかなと思っていて、鎖骨が出ない分いかにこの首周りを綺麗に見せるかっていうのがすごく鍵だなと思っていて、顔と首周りがすごく綺麗に見えるので私は個人的にスクエアネックもすごくおすすめかなと思います。こちらのブラウスね V ネックの深さがすごくいいなと思っていて、下向いても胸元が見えないしでも中のインナーも見えないっていうのがすごく絶妙で可愛いなと思います。白のキャミソールがギリ見えないぐらいになってくれるのでインナー何合わせたらインナー問題もねすごく楽に解消できるなと思います。こんな感じでボタンがパールになっているので結構上品で大人っぽい印象になれるので、まあ、タイトスカートとかと合わせると結構大人っぽいオフィスカジュアルとかでも着ていただけるかなと思うので、まあ、春から社会人の方とか、まあ、今お仕事されてる方とかもぜひオフィス用にね購入するのもいいんじゃないかなと思います。でこれ1990円ってめちゃめちゃ安いからリアルにナチュラルとあのブラックも欲しいなと思いましたね。素材もすごくねテロッとしていて春に涼しげに着れる素材だし本当にリアルに使えるブラウスだなと思います。そして骨格ウェーブタイプの方には、まあ、リブニットとかウエストマークされているものとか、あとは結構ガッツリショート丈とかデザインスリーブのもの満点にこういう感じの商品とかがすごく骨格が綺麗に映るんじゃないかなと思います。まあでも私骨格ストレートだけど全然リブニットとか着るしデザインスリーブもすごく着るので骨格にとらわれず好きな服をね着たいなって思っているんですが、まあ一応骨格に合わせて着るならこういうのかなと思います。そして骨格ナチュラルの方はタートルネックとかがね結構相性いいので、骨格ストレートだとねタートルネック着たいんですけどやっぱちょっとこうゴツゴツして見えちゃったりとか、まあ、上半身にね厚みがあるのでゴワついて見えてしまうので着れなかったりするのがね悲しいんですけど、まあ着るんですけどね似合ってないかもしれないけど着たいから着るんだけど、まあ、なので骨格ストレートタイプの方はタートルネックがすごく骨格に合うので私は着れるのが本当に羨ましいなと思います。まあ着るんだけどねめちゃめちゃ着るんだけど、まあ、あとはドルマンスリーブとかドロップショルダーとかも相性がいいと思うので、まあ、そういうものに意識を持ってお買い物するのもいいんじゃないかなと思います。という感じで GU の新作を使って骨格別に
商品を紹介してきたのですが、もちろん骨格に合ったお洋服を着るのがね、すごく体が綺麗に見えるし、すごくいいかなと思うんですが、まあでも私ね、ストレートタイプだけどタートルネックも着るし、もちろんリブニットも大好きなので、まあ、骨格にとらわれすぎずに好きな服を着ればいいんじゃないかなとは思うんですが、まあ、例えばね、彼とデート行く時とか、なんかそういう特別な日ってあるじゃないですか。なんかそういう時に自分の骨格を意識してお洋服を着た方が、いつもよりも体がスラッと綺麗に見えるので、ぜひそういう時にね、参考にしていただければなと思います。ぜひ春のお買い物の参考にしていただけると嬉しいです。以上、GU 春の新作の骨格別購入紹介でした。本日もお忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。今、当たったよね？聞こえた？インスタグラムやツイッターもやってるので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いしまーす。バイバーイ。ブブイスちゃん、わがわがです。皆様見てくださってありがとうございました。ずっとリクエストいただいていた骨格診断別のご紹介でした。やっとできてすごく嬉しいし、ちょっと裏話なんだけど、どうしようかなと思って、骨格別診断を動画にしても、みんな楽しいのかな？どうなんだろうと思った時に、せっかくなら GU の新作と合わせてご紹介するのがいいんじゃないかなと思って、この企画ね、3、4回ぐらい練り直して、1回企画立ててボツ、2回目企画立ててボツ、3回目立ててボツ、4回目の4度目の正直で、この動画が完成したの。だから、ずっとね、骨格別で紹介してほしいって言ってくれていたファンの子が、すごくこの動画を見て、少しでも喜んでくれたら嬉しいなと思います。そういう子たちのためにおもちゃ動画を作っているので、もしね、この動画見て参考になったなとか、なるほどねと思ってくれた子は、コメントしていただけるともう私は本当に嬉しいです。動画作ってよかったとなるので、ぜひコメントしてください。まあでもね、骨格ってあるんだけど、本当にとらわれずに全然着ていいと思うし、まあでもね、さっき言った通りね、今日は大事な日だなっていう時は骨格に合った服を着れば、痩せて見えるぞと思ったら、なんかすごくね、気は楽になると思うし、なんか自分の簡単な逃げ道にもなると思うので、ぜひそういう時にね、参考にしていただければなと思います。ということで今日見てくれてありがとうございました。また次の動画で、あーえー、あまー、あまー、あまー。みんな気づいてた？顎のニキビ。ねー、すごい目立つよねー。でもこのニキビなくなったらさ、肌の治安めっちゃいいね。見て。わかる？ただこのニキビを出すと、はーい、こんにちはニキビーっていう感じですね。本当に最近ね、肌の調子めっちゃいいの。顎以外。ほんと、顎だけこう隠させていただければ、顎ピしてればいいよね。全部の動画、顎ピしてでよかな。はい、ということで見てくれてありがとうございました。じゃあね、みんなー。はーい。